たぬきのスープをいただきます、うん、ああ獣、うん、たぬきの味としか言いようがないです。味わったことがない、うん、野生の香りが口いっぱいに広がりますね。たぬきです。それではたぬきスープに味噌を入れてみましたので、ちょっと食べてみましょう。うん、うん、味噌の味とたぬきの味がミックスした、まさにそんな感じです。獣のね、香りをちょっと消すためにもバジルを収穫します。うん、あ、うん、バジルが入ると全然変わりますね。バジルの香りがかなり、あー、あ、たぬき臭さが随分なくなった。これは飲めますね。やばい。ニラも収穫しましょう。あ、ニラだ。バジルの後ニラを入れてみました。味見しています。あ、でもね、このバジルが強いな。すごい、バジルって。でも香りがいいですね。香りがいいという意味ですけど、バジルが強い。うん、おタヌキの毛が、これがタヌキ鍋ですよ。さあ、ニンニクをふんだんに入れたタヌキのスープ。体に元気がない、活力がない、そんな方にもってこいです。あー、あー、なんだろうな、バジル強いな。しかし気がみなぎる味ですね。うん、なんかね、いろんな素材が調和をしているというよりは互いに主張してる感じですね。もうタヌキ合戦、タヌキの合戦汁言っておきましょうか。お待たせしました。タヌキの足のローストです。これはホラー映画ではないですよ。猟奇映像でもございません。これは究極のジビエ、縄文リストランテのメインディッシュ、タヌキのスモーキーローストです。それではですね、岩塩をちょっとつけていただいてみましょうか。命に敬意を持っていただきます。うん、うん、あ、最初
口に来るのはやっぱりタヌキの味なんですよ。タヌキの香りなんですよ。ですけど十分に時間をかけてスモークされてることによって本当にね香ばしくて美味しいし、肉を味わえば味わうほどなんて言うんでしょう、こう臭みがないし、あー旨味がすごい。これねディズニーランドのディズニーシーのスモーキーチキンみたいな、それですって言われたら意外と分かんないかもしれないですね、あの味的には。リストランテのね天井は空です。タヌキをまずいと言った人嘘っすね、うん、うまいっすよ、うん、タヌキ、ロードキルから持ってきたものですけどもね、そういう犠牲が本当に少なくなったらいいなというふうに願ってますし、本当に、いただけた本当に命いただくということで感謝で締めくくりたいと思います。ごちそうさまでした。